わけでですね、現役生の皆さん呼んでいただいてありがとうございます。OB の皆さん、この日のために集まってくれてありがとうございます。今日はね、現役生と OB のために、まあ、少しでもいいライブできたらいいなと思ってます。はい、もうね、ぶっつけ本番なんでね、名古屋か。そう、はい、まあ、僕はつい昨日までですね、大阪とかあの辺も回ってって、で、今日の朝は名古屋で目が覚めたんですけど、そこから気づけばあのマンホールにいると。そして、ね、ドラムのうちはさっきまでレコーディングをしていて、それを早く終わらせて駆けつけると。そして、まあね、さっきまでね、働いてたね、ポチポチキーボードですね。そうそうそう。で、そして AD は有給。めちゃくちゃですよ、本当。めちゃくちゃです。よし、というわけでですね、去年も企画ライブ呼んでいただきましたけど、本当にね、リハーサルする時間がなくて、去年の企画ライブの音源を参考に今日は演奏してます。というわけで、去年の企画ライブによると、ここから2曲連続で続きますので、お付き合いください。その前ですか、ドラムの開始なんですけど、弦の2つ、あ、2つじゃねえよ、3つ全部ちょっと大きめにお願いします。ドラムは解散して大丈夫です。
くん見たことあるよって人、大体そうなんだと思うんですけどね。大体ね、こうね、初めての人が多いと思うんですけど、インストのライブこそやっぱね、お客様参加型であろうということで、今日もね、散々ソロ撮ってますけど、このね、怖いお兄さんが早く指を動かしたりね、このね、今日有給になってダラダラしてるんでね、ちょっとね、こうギターを弾いたりするんでね、その折にはね、ふっとね、ぜひあのお気持ちいただければと思います。というわけで、ここでメンバー紹介いきます。オンギター、エリー、オンベース、浜田豊太郎、オンベース、ピッチー。久々にね、久々に呼ばれたし、うち呼ばれます。オンギター、添島俊樹でお送りします。はい、というわけでですね、企画ライブ、なんとね、今年は僕たち新刊ライブに出れなかったので1年ぶりのライブとなってしまいました。ちょっとね、腕が落ちるので、ぜひ、年2回のペースでお待ちで演奏したいものですね。ということでね、3ヶ月前にね、ちょっとね、予定を聞いていただければと、ね、思いますけど、あの次の曲はですね、今週のバラードをお送りしたいと思いますが、今日誕生日の人とかいますか？ちなみに、さすがにね、でも昨日、はい、誰こういう感じ、え、男じゃん。まあまあ、しょうがないよ。じゃあ、まあそんな、ゆき、あ、リキ、じゃあもう、あ、なんかね、ちょっと不覚にもあのリキ君のためにお送りする形になってしまうのですが、まあ次の曲ね、誕生日の曲ということでバースという曲です。宣伝をね、させていただくとするならば、僕、この間ハッファースアルバムを出したんですけど、2000円税込み現金で僕に2000円を渡せばもらえると。買うしかないね。買うしかないよね。今バースね、聞いていいなと思ったら、ね、ぜひ僕に声かけてくださいという商売気もちょっとね、出しちゃうよね。これはね、ということでね、はい、バース聞いてください。
最後の曲ですよね、次。